レアルマドリード対バルセロナの試合がキックオフを迎えます。強豪同士の戦いになりましたね。こちらがレアルマドリードの先発メンバーです。ダイヤモンド型の 4-4-2 のフォーメーションです。トップ下の選手が前線2人をサポートします。こちらがバルセロナの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。メッシ、イスコ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ベンゼマ、イスコが狙うか。いいヘディングでしたが惜しくも枠に飛びません。入っても不思議ではないシュートでした。残念でしたね。ウスマン・デンベレ、リオネル・メッシ、いい形でゴール前まで持ってきました。シュート、ディフェンスに当たった。マルセロ、この動きがモドリッチのプレーです。ベンゼマ、さあスタジアムのテンションが上がります。モドリッチ、このシュートを弾いた。レアルマドリードがコーナーキックを獲得。クロスのコーナーで再開。圧力をかけられます。この選手がモドリッチです。クロスへ、クリスティアーノ・ロナウド、クロス、さあどうだ。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。カーブのかかった見事なシュートです。はい、鮮やかに決まりましたね。ボールが再び蹴り出されます。試合はレアルマドリードがリード。スアレス、さて今日の試合はエルクラシコ、世界中の注目が集まるレアルマドリードとバルセロナの大一番です。最も盛り上がるダービーマッチと呼んでもいいでしょう。どんな試合を見せてくれるのでしょうか。互いに世界トップクラスの選手を擁しています。最高のパフォーマンスで素晴らしい試合を見せてくれるでしょう。目が離せません。デンベレ、バルセロナのコーナーキックでチャンスが続きます。ボールはゴール前へ、いいボールを入れてきましたがここはクリア。カルバハル、さあレアルマドリーが徐々に押し込んできました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。さあメッシです。この選手がスアレスです。クロス、イスコ、これはカウンターのチャンスです。セルディ・ロベルト、パウリーニ、ウスマン・デンベレ、さあバルセロナの選手の動きが激しい。ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受け手と出し手のタイミングがずれてしまいましたね。イスコ、クリスティアーノ・ロナウドに戻されます。振り抜いた、かと思いましたが鮮やかに止めました。コーナーを取りましたレアルマドリード。クロスのコーナー、バラーヌ、コーナーのチャンスでしたがうまく活かせません。選手も悔しがっていますね。こうしたチャンスは大事にしなければいけません。ラキティッチ、ウリーニョ、コーチーニョ、戻します。危険な位置です。緊張感が増してきます。モドリッチ、ボールは現在 FC バルセロナ。ここでフリーキック、
サミエル・ユメティティ、このパスは読んでいました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ボールがこぼれました。バルセロナのスローインです。セルジ・ロベルト、メッシ、スアレス、素晴らしいパス、止めた。ボールが転がる。カゼミーロ、イスコ、ここでためを作ります。ベンゼマがスーパスを出しました。ここがポイントです。これは見事に奪いました。クロス、どうだ。シュートはディフェンスがブロック。アウリーニョ、コーチーニョ、バルセロナが入ってきました。いい形です。このパスはカットされました。イスコ、ゴールキーパーが見事に止めた。レアルマドリーのスローインからゲームが再開となります。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。メッシ、さあスタジアムのテンションが上がります。モドリッチ、この動きがモドリッチのプレーです。カゼミーロ、ボールを運びゴールにスペースに出しました。イスコが狙うか。ジョルディ・アルダ、コーチーニョ、コーチーニョはサイドに持ち出すでしょうか。フェンスに当たった。前半終了です。後半開始のホイッスル、バルセロナのキックオフです。いい形でゴール前まで持ってきました。メッシ、パスをこの位置で防ぎます。イスコ、ゴール前に入ってきた。どう動くか。狙った。両チーム激しい攻防を見せてくれましたが、レアルマドリードがここでさらに点差を広げました。バルセロナにとってはかなり苦しいでしょうね。ですが時間はありますから、試合もまだ分かりませんよ。あそこに打たれてはキーパーもお手上げという感じでしょうか。そうですね、ディフェンスがなんとかブロックしたかったところです。ドリブルを続けます。素晴らしいドリブルが止められました。クリスティアーノ・ロナウド、ボールが相手に渡りましたが、まだチャンス。プレッシャーをかけられます。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。いいカットです。ボールを奪いました。さあベイルが切り込んでくる。鋭い読みでカット。セルヒオ・ラモス、コースを防ぎます。イスコ、ディフェンス落ち着いていました。リオネル・メッシ、いました。ラキティッチです。メッシ、さあバルセロナの選手の動きが激しい。メッシ、ここで打つ。
しっかりキャッチ。スアレスへ、チャンスです。メッシー、ナイスディフェンスです。イスコがスルーパスを狙いました。ベイル、信じられません、止めた。メッシ、攻守の切り替えが大事です。リオネル・メッシ、コーチーニョ、危険な位置です。緊張感が増してきます。コーチーニョ、ウスマンで、これはチャンスだ。素早く詰めたい。ベイルがプレーに絡んでくる。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。かました。さあどうする。ボールの動きが激しい。メッシ、これはもったいない、ボールを失いました。ゲームを作るパス、またまた通ります。イスコ、ここはキーパーが死守。ここはレアルマドリードのコーナーキックです。クロースのコーナー、キーパー必死に反応、ギリギリで触って防ぎました。ここでベンチに下がります。この選手本来の力を発揮していませんでしたね。交代は妥当な判断でしょう。まだボールは生きています。振り抜いた、キーパーが飛び出してボールを拾う。いい形でゴール前まで持ってきました。あそこは行かせちゃう。チャンスです。ベイル、入った。これはナイスシュート。コントロールを重視したいいシュートでした。ずいぶんリードされていますね。正直に言いますと、キーパーの調子が影響しているように見えます。一方的な試合となってしまいました。バルセロナが入ってきました。いい形です。出足が鋭い、カットします。ベイン、イスコ、ガレス・ベイル、この選手がクロースです。レアル・マドリードがボールを取りました。この動きがモドリッチのプレーです。レアル・マドリード、このプレーはホイッスル、バルセロナにファールがありました。モドリッチ、メッシ、イスコ、マルセロ、このパスはカットされました。ここまでは試合前の予想に反して一方的な試合内容になっています。はい、チームの実力差はないと思うのですが、結果的ここでシュート、止めた。メッシも手応えはあったでしょう。しかし驚異のビッグセーブ。ここまで好セーブを連発して未だゴールを割らせていません。コーナーから中へ、コーナーキックはミスキックになりました。スローインになります。マルセロ、セルジ・ロベルト、さあスタジアムのテンションが上がります。ルーズボールになっています。イスコ、このカットは大きい、しっかりと奪いました。ベイル、バルセロナにファールがあったようです。
とゴール決まりました。最後まで容赦しませんね。これが力の差でしょうか。この得点差を考えると選手も流し始めるのかと思いましたが、貪欲にゴールを狙っていますね。プロらしい姿勢だと思います。相手の集中も切れているでしょうから、チャンスは大きいと見ているでしょう。メッシシュート、見事なセーブでゴールを死守。ボールを置きます。ゴール前に入れた。残念ながらゴールにはつながりません。ここでタイムアップのホイッスル。クロース。